死ぬ、あまりにもあっけない命。はい、ということでね、もう今日はもうダメだ、完全なる沼にはまった。部屋に戻ります。トイレ行かなくて平気。お、なんか引っ込んだ、なんか引っ込んだ、引っ込んでない、引っ込んだと思ったら引っ込んでない。生きて、行ってくるわ。ちょっと待ってて。わあ。出まーす。ああ、すっきり。おかえり。すっきりした。おい、アイドルにすっきりしたとか聞くな。いやー、すっきりした。なんか今なら簡単にクリアできそうな気がした。これガチ、これガチ、マジで今ならなんか簡単にクリアできそうな、そんな無敵な気持ちです。やってみれば、やってみるか、今ならいけるよ。全然余裕。ちょっとやってみるわ。おでん。これが、ミコの、うしっしした、力、見せつけてやるわ。おい。おい。あ、もうなんか、あ、なんか、今までビビってたのが何だったんだろうっていう、そういう気持ちになってる。何だったんだ？なんでミコこんな、ところでビビってたんだろうって。何もビビることなんてないのに、ありのままで生きてればいいじゃない、そういう気持ちだよね。これが賢者タイム。うわあ、今奇跡が起きた、今奇跡が起きたぞ。今奇跡さえも猫に味方してくれるわけした。見てこのスムーズな華麗な、おい。素晴らしい。でも、何も恐れるものはないよ。大賢者さくらみこ、えぇキャッ！人はね、おしっこしただけでは何も変わらないんです。はぁ、勘違いするとこだった。間違った情報をみんなに伝えるとこだった。ぶねー。